こんにちは、ゆうのです。今日は Z30 について喋っていこうかなと思います。はい、ということで突然なんで Z30 についてなのかというとこですけども、いつでしたっけね、10月27日ですね。2023年10月27日にこの組み合わせですよ。この組み合わせ Z30 とパワーズームのレンズ1228F3.5 から5.6 PZVR、ね、これの組み合わせがやっと、キットレンズとしてね発売されましたというところで、こんなね、1枚ペラも作られているところになりますけども、ね、こういう欄もありますけど、まあ Z30 ね、もともと Vlog カメラとしてね、登場、ニコンからね登場してきたわけですけども、はい、最初はね Vlog カメラとして出てきたけども、ニコンには、これに対応するパワーズームレンズがないというまさかのところからスタートしたわけですけど、そしてね広角レンズも、なかったと、あれですよね、1430F4 とかね、だったらまだいけんじゃないのみたいな、なんかそういうのはあったんですけど、これ Z30 にねちゃんとこういろいろ考えられたねサイズ感 でかつねやっぱパワーズームがついて、そしてかつ広角で、でやっぱそれがないとね Vlog できんだろうっていうねお話もいっぱいあったと思うんですよ、で私ね Z30 を買って、それがきっかけで、こういうね動画始めたっていうのがあるんですけど、はい、まさにね一番最初、レンズ何で撮りゃいいんだっていうところから始まったんですけど、はい、私はこの Z のね、APS-C DX のカメラは持ってなかったところにこの Z30 を初めて買ったので、ZFC とかね買ってた人とかは他にレンズとかあったんでしょうけども、私はなかったもんですから、何で撮ろうかというところで、一番最初はね1424 の、第3元くっつけたりとかね、家の中でやるときはですよ。で、あとは外で撮るときは、標準のキットについてきた、レンズ、DX の、1650 の F3.5 から6.3VR ってやつね、あのレンズが最初にキットになってるやつ買ったんですけど、あれで頑張って撮ってたわけですよ。なんですけどやっぱりね、16mm からスタートだとちょっと狭いっていう感じるところがあって、なんかなまっちゃったけど、狭いって感じるところがあって、やっぱ広角が欲しかった。でやっとね、で来たのがこれですよ。これ、1228 3.5 から5.6 PZ、レンズ外すとこんぐらい、非常にね軽いんですね、でこっちか、非常に軽い でそこまでね大きくないっていうのもね大きいと思います、でね何がいいってやっぱねパワーズームがあるっていうのがねやっぱ非常にいいですよね。動画に動画撮るのが上手い人とか慣れてる人だったらね、多分普通のズームでもこうズームリングギューって回してて綺麗にズームとかできるんでしょうけどね、私にはとてもじゃないけどできません、というところでやっぱ技術がないので道具に頼りたいという人たちにのためにはやっぱパワーズームを作ってくれないと困るっていうところで、やっと出てきたのがこいつでしたというところだけど、これが出てくるまでになかなか時間がかかったよっていうところでね、ニコン何やってんだよってね何回かねニコンプラザで言ったこともありますというところで、このレンズ出てきた時にはねそこを買って、これにつけたらもうその日からはねほぼね正直 Z30 にはこのズーム、このレンズしかねつけてないですよ、でいう状態にねなってます。でニコンさんはねこの組み合わせでね、Vlog 推し
なんですけど、うん、この組み合わせってね、正直動画じゃなくてね、静止画撮ってもいいなって感じするんですよね。ちょっとね、広角な感じでのスナップとかね、そういうのもね結構いくし、まあなんだろう、フルサイズ換算すればね、いくつ ?18 から 42mm になるので、まあね、35mm のレンズをねくっつけて街中スナップとかってまあまあやるじゃないですか、やる人いると思うんですけど、うん、だからそういうレンジもねちゃんとこのレンズでいけちゃいますからね、案外ね街中スナップもねこいつで楽しめるっていうところが大きいところですよね。でね、動画が撮りたけそのまま撮ればいいっていうねところで、うん、本当に何度で日頃持ち歩くための日常のお供の一台っていうね、そういう感じにね使ってもらえる組み合わせなんじゃないかなというところです。でやっとこのね、こいつがやっとコンビになって、キットになったので、うん、ぜひねちょっとカメラを持ちたいよみたいなね、人もね、まあ、ちょっとこの組み合わせ試してみてもいいんじゃないかなって思います。うん、まあどういう人がね、こういうカメラ持つべきなのかっていうところなんですけど、うん、まあこれね賛否両論あるんですけど、 Z30 の特徴にこのファインダーですよねがないっていうところ、広角ファインダー、また EVF とかね、まあ、ないよっていうところ、これがまあすごい大きい特徴だと思います。でまあ潔いっちゃ潔いんですよね。動画するのにまあいらないだろうって、いやいらないだろうなんですけど、ただまあ古くからの、まあ、カメラ好きとしてはちょっと覗き穴がないのは許せんっていう人もね当然いると思います。はい、でまあ私も若干それは違和感はあったものの、同時期にね大人気だった ZFC とかそっちに行かないでなんでこっち買ったのかっていうと、やっぱねここの上ないってねコンパクトなんですよ。うん、カバンの中にバコって作った時にすごい楽なんですよね、ぶつかんないしね。でもう一個はね、ここ今この上になんかこのモフモフちっちゃいモフモフくっついてますけどね、この内蔵マイクがねここにおります。はい、でこいつがね案外性能がいいというところで、動画始めるときにねそんなに高いやつじゃないですけど、ゼンハイザーのねちっちゃい外のマイク買ったんですけど、まあなんでしょうね、指向性聞かせて撮りたいときは使ってるんですけど、本当にまあ中でね、こうやって動画撮ったりとか、あとは、Vlog 的にね外で回したりとかいうときにはもう本当このマイクだけでやっちゃってます。うん、私なんかは、まあこだわる人はねこれじゃ足りんだろうってなると思うんですけどね、逆に言うとそういう人はねちゃんと外につけられるんですよ。なのでそれつければいいじゃんっていう話だと思うんでね、最初からあれも買えこれも買えになっちゃうとハードルうんと高くなっちゃうんで、そういう意味ではね本当これカトレ買っとけば相当楽しめるよっていう感じだと思うんでね、うん、なんかちょっとうんとお金かけらんないけど一眼レフのカメラ試してみたいなって思う人にはね全然この組み合わせいいんじゃないかなって思います。でね、結構液晶もまあまあ明るくなるんで、もうね、最初からね、ファインダーついてないカメラ、こうやって触ってたらね、なっちゃいますよ、きっと。で、私もこれ、外日常、撮る用事がない時に、カバンの中に入れといて、もし何かあったら撮ろうかなっていう時のために持ってってますけど、うん、Z30 持ってって、あー、ファインダーないの嫌だなーって、あればよかったなと思ったこともほとんどないです。なので、これで出かけた時はもう全然背面だけで用事が足りちゃいます。うん、でましてね、なんだろうな、このリアングルとね
相性いいんだと思うんですけど、あの街中でねちょっとしたスナップ撮るときにね、あのファインダーがあったとしてね、こうやってパシャって撮ってこう下げてこういう動きって多分昔からカメラやってる人は慣れてるから、まあ、私もそんなに違和感はないんですけど、いや首から下げといてね、本当にここもう こういう状態ですよね。こういう状態で出しといてね、このままカシャって撮ったらすごい楽なのね。というところで、そういうなんか物臭な写真の撮り方でもね、慣れてしまうとスナップも非常にねお気楽に撮れるというところで、まあ私にとってはね、これ持ってから世界がね不思議に広がったというところもありますよ、いうとこです、うん、なのでね、まあちょっといろいろ話が発散しましたけどね、まあちょっとカメラ持ってみたいぞっていう人にね、おすすめ、これいいんじゃないとおすすめできると思います、うん、で、まあホームページとかにもね書いてあるんですけど、まあスマホとですよね、スマホとの比較みたいなねいうところで書いてありますけど、なんですかね、スマホよりもちょっといい写真とかちょっといい動画撮りたいから、カメラ一眼を持つっていうのは、まあちょっと前の時代だったらそうだったのかもしれないんですけど、今ねフラグシップのスマホとかってわけわかんない値段しながらもすごいカメラの性能もいいじゃないですか、動画の性能もいいし、うん、だからなんだろうな、あれとのこの性能差とかお手軽さの戦いとかをするのはなんとなく違う気がするんですよね。まああそこはあそこで、まあそういう世界だよっていう風に楽しんでもらって、まあそこでなんかちょっとこういう同じようなことを動画じゃないや、スマホじゃなくてカメラでも、ちょっとやってみたいぞってちょっと興味を持った人がいたら、ぜひね、こういう、お手軽なね、カメラからね、入ってくれればいいんじゃないかなって思います。はい。というところでね、はい。まあ、なんかの参考になればいいんですけど、はい。まあ、ニコンがね、今のタイミングでこんな、キットを出してきましたので、はい。もうね、ニコンさん、Z30 を、こういうカメラを作るならね、作ったタイミングでこういうレンズとこういうキットを出してくださいってね、本当に言いたいんで、どっかねこの動画が、動画じゃなくてもいいですけどね、なんかこういうコメント届けたいですよね、ニコンにね、うん、もったいないですよ、だってすごいいいんですから、うん、ですごいいいよすごいいいよってどんなの撮れるよっていうのはね、ちょっとこの最後のね動画の最後にZ30 で撮ったね写真の作例何枚かとね、あとついこの間紅葉をね撮りに行ったんですけど、その時にねまさにこのレンズとこの組み合わせでね動画も回してきたので、まあ、ちょっとそれ見ていただいてね、なかなか綺麗に撮れてると思いますので、うん、まあこんなん撮れるんだなっていうところで、まあ興味を持った人がいたらね、ぜひちょっとまあホームページとか、あとお店とか、ニコンプラザとか、はい、そういうところ行って、ちょっと触ってみて、検討していただけたらどうかなって思います。はい。ということで、ね、今日の動画はこんな感じで終わりにしようと思うんですけれども、もしね、何か、質問とか、まあ、その質問その他、何でもいいですけど、ありましたらコメント欄書いといてくれれば、はい、私もねこの組み合わせもうだいぶあれこれいろいろ撮って使ってますので、私のフィーリングでお答えできるかなと思いますので、よかったらコメント欄書いてってください。はい、あとまあ最後まで見てくれたよという方もね含めて、何か参考になったよという点がちょっとでもありましたら、高評価をしてから帰っていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。はい、でまた下のね概要欄のところにもねなんかやたらといろんな機材持ってたりするので、またねこういう動画とかそういうのも上げられたらいいかななんて思ってますんで、はい、チャンネル登録して待っていていただければ幸いです。はい、まあ、ちょっとねこの動画に
関係なくてもこの機材気になるよとかそういうコメントでも全然構わないねって書いておいてくれれば、はい、折を見て、ね、そのいう動画も作れたらいいかななんて思ってますので、はい、まあ何かしら反応してから帰っていただけると、とっても喜びます。はい、というところで、はい、最後のね作例見てってください。はい、ではでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。